クロスファーサイド、リカルド・サントス落としたところ、決めました。なんという芸術的なゴール。柿谷陽一郎が緊張ヒールで打っていくんですかね。まさにそうやったと思う。意図的に2回当てましたよね。ですよね。